こんにちは、くむらです。こんにちは、たまいです。はいはい、はい、今回もハミラジ。はい、うん、ハミラジです。はい、ハミラジです。なんか結構最近撮ってるからね。めっちゃ感想とかいただくね。ああ、いただくよね。更新、更新頻度が上がって嬉しいですみたいな。うんうん、すいませんね、7ヶ月も更新してなくてすいませんねっていうね。それはほんますいませんね。ほんまに更新しろよっていうね。確かに。で、今回のテーマは何ですか？うん、まあ、もともと私奥村の方がですね、うんうん、めちゃくちゃナンパやってた時代があって、あ、ナンパ塾とかやったり、はいはいはい、ナンパ講師やったりで、うん、ちょっとブイブイねやってた時があるんで、うん、で、まあ、その時の、まあ、ナンパ界隈でブイブイ言わしてた頃の話。そん自慢話じゃないけど、我々の企業とかのストーリーは話してたけど、はいはいはい、その時のストーリーの共有してないなっていうので聞きたいですみたいなね、うんうんうん、話がちょっといただいたんで、うんうんうん、その辺じゃあ話そうかっていう、うん、あ、はい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 、めちゃナンパやってた時こんな感じで活動してたよみたいな。ああ、はい、だ、企業前の例えば大学時代にいっぱいナンパしてた頃の話だったか。そう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 。で、こんな感じでふざけて取り組んでたよっていう。ああ、なるほど。はいはい。じゃあその辺を、じゃあもう僕と前は全然ナンパしてないんで。俺のせいやんな、多分ナンパしてないのは。それ伝わるかな。その奥村のせいでっていうか、奥村がだから先にナンパをやったから、その伝わるのか分からんけど、俺は逆にナンパをしなかったっていうだけなんやけど、はいはいはい、そう、天の弱してんな。そうそう、弱視点ね。そうそう。で、まあまあ、やってるのをずっと見てはきたかな。で、まあ、ナンパ塾やったりだとかっていうところのマーケティングは我が輩がやってたんで。うん、やってたからね。うん。そうそうそう。あとはまあ、普通にビジネスを教えてるときに、そのナンパ講師になりたいですとか、ナンパでお金稼ぎたいですっていう生徒さんとか、はい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 、おるな。結構あった。なんか、その、昔、うん、そうやな、ほんまに7年、8年ぐらい前にそのナンパむっちゃやってたときって、あんまナンパ講師みたいなのあんまおらんかったもん。うん、ああ、おらんかったね、うん、そっから増えていったっていうか、うん、まあ俺もその増やす一端を担ったんだけど、でもまあそうやな、増やしたな、うん、そうなったんやけど、なんか問題起きたりとか して全く関係ない、な、俺とは全く関係ない人が、うん、なんかそれで捕まったりとかしたんだよね。で、なんかちょっと雲行き怪しいなじゃないけど、はいはいはい、で、まあいろいろ見てたら、はいはいはい、自分の読者さんのとかの中にも、うん、なんかまあなんていうか、うん、しょうもないことやってる人っていうのがちらほらおったんで、あ、俺あんまりそっち界隈と、うん、これからは距離取ろうって思って、まあ、ちょっと距離取ったんですけど。ああ、なんか酔わせてなんちゃらみたいなね。そう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 、領所、領所系のね、うん、やったりとか、なんか自分ホテル行きましたみたいなのを、なんか女の子の写真盗撮して、それを成果ですみたいなさ、アップしてみたいな、うん、おめでとうございます、すごいですねみたいな。そうそうそう、あ、ツイートするみたいな、こんだけ見つかせました、すごいでしょみたいな。それなんやねんみたいな。何がすごいね。死ぬほど思んないからな。気持ち悪いなと思うけど、まあ、そうしたら、おったのね、うん。その当時は。なんか今、はい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 、あんまり俺知らんけど、今、めっちゃ多いらしい。1ミリも知らんけど、うんうん、まあ、まあ、個人的に俺が考えるのは、ただのおもろい遊び。うんうん、なんか、ゲットしたとか、もうホテル何人に行ったとか、なんか、酒飲まして、行ったったみたいな、そういう別に活動じゃなくて、うん、なんか男を笑かす活動やと俺は思ってるから、はい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 、はい、まあ、大学時代週8でね、うん、ナンパやってたんやけど、うん、週8は突っ込まへんけど、じゃあそのまま行くけど、そのまま、毎日10時間ぐらいね、うん、まあ、それはほんまやもんな。それほんま毎日やってて、でどんな感じでやってたかっていうと、多分ね、そのほんまに普通に多分ナンパって言ったら、みんな彼女を作りたいとか、いや多分、はいはい、その可愛い子とホテル行きたいみたいな、はいはい、もう多分ね、ちょっと毛色が違って、もう一緒にナンパする友達とかがおったわけよね、うんうんうん、そいつ笑かさなあかんなみたいな活動してて。なるほど。そう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 。なるほど。周りを勇気づけるというか、楽しませる。そう、周りへのエンタメ。うん。うん、まあ、ちょっと見といてみたいな、なんや、もう、当時ゲーセンにあったなんかワンピースの人形とかがゲットできるゲーセンのコーナーに置いてあった、うん、サンジの指名手配書。うんうん。変な顔の時あったやん、サンジの。ああ、はいはいはい、はい。あれがゲーセンに置いてたことがあって、まあ、これ持って、うん、じゃあこれでやるわ、みたいな。これ探してるっていう体で行くわ、とか言って。ああ、はいはい。行って、滑るとか。
ウォンテッドのあの紙みたいなですね。ウォンテッド持ってとか、なんかあの、うん。この人探してるんですけど、見かけなかったですかみたいな。そうとか、でもそれやと思んないから、もうちょいひねるわとかやったり。それの掛け合いをしてたよね。うんうんうん、じゃあ俺、このタケノコの里と、はいはい、あの、ね、キノコの山、この二つ持ってこれで行くわ、みたいな。とか、なんかその、あいつ行ったで、みたいな、うん。めっちゃ商品説明してるやん、みたいな。そこの会社の営業マンかみたいな、うん、一個も口説かんと、うん、その一個もそのタイプなんでとか、あのお茶しませんかとかじゃなくて、うん、ほんまにタケノコの里売り込んでるみたいなやったり、うんうん、かわしに行ってんのかみたいな、うんうんうん、そういう活動をね10時間してたのよ、はいはいはい、まあ、それをやっていくとおろすといわゆるナンパ力も身についていったみたいな、ね、そう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 、でそれをやってて、あの友達がもう解散して一人になった時とかにちょっと真面目にナンパするみたいな、真面目にっていうのは、うんうんうん、ほんまに口説きに行くみたいな、うんうんうん、なんかアホくさになってくるから、あのふざけたことばっかり出たら何しようや俺みたいな、道歩いて声かけてんだよ、まあ、声かけて、ほんまおばあちゃんとかにも声かけて天気の話したりしてそのお孫の話聞いたりして、何してんのやろ俺みたいななるから、うん、たまに真面目にナンパするのも入れてみたいな、そんな感じでね、あのなるほどアホなことをやってたの。確かにね、俺覚えてんのが、うん、なんか一緒に道歩いてるときに、うん、なんだっけな、あの高校の同級生かなんかも、こっち来てて、東京に来てて、はいはいはい、で、みんなでなんかご飯食べようかみたいな、してるときに、うん、で、道歩いてるときに、うん、いや、なんか奥までナンパやってるんやって、みたいな。ああ。やってるで。うん、あれ、見してや、みたいな。うん、ってなったときに、うん、まあ、その多分同級生を笑かすために、うん、なんか、8人組の、なんか女子グループみたいな、はいはいはい、道歩いて。はいはいはい。それ、あ、あれ行くわ、みたいな。で、まあ、友達でびっくりするわけや。え、あれ行くってどういうことみたいな。まあ、一人で突っ込んでいくんか、みたいなね。そうそうそう。いや、1対1のナンパじゃなくて。なんて無謀なんだ。1対8の、うん、その8人組に1人で声かけに行って、1人1人、うん、なんかナンパして。QP を目指してんのか、みたいなね。うん。そう。で、なんか帰ってきて、ね、帰ってきたらなんか友達みんなむっちゃ笑ってるみたいな。あ、何やねん、それ、みたいな。そういうことだよ。あ、やってた。なんじゃそれ、みたいなことを。うん、やってたら、うん、そんな感じでやってたら、そらナンパ力もつくわけよね、うん、もう全員に勝つんよ、そらおばあちゃんとも話すし、おっさんとも話してるやつの方がコミュ力上がるやんまあそうそうやなんかもうある特定の女の子としか、同じようなジャンルの女の子としか話してなかったら世界広がらんけど、外人も行くしのやつの方がコミュ力上がるから、まあ、確かに、まあ、目的はね人それぞれやけど、うん、確かに自分外人むちゃくちゃ行くもん、うん、外人めっちゃ行く。めっちゃおもろかったのが、その、うん、今、英語とフランス語、まあまあまあ喋れるというかね、別に仕事もできるぐらいやねんけど、うん、その大学生の頃って、1ミリも英語喋れやんかって、まあ、まあ、見ない、1ミリも喋れやんやんか、まあ言うたら。うんうんうん、で、上京してから渋谷で、まあ、外国人の、まあ、美人な人おった時に、まあ、英語で、まあ、はい、ハロー言うてね、声かけて、まあ、ハローしか出てけへんけど。マイネームイズ言うて。そうそうそう。そこで、まあ、その最初の How are you? とかわかるから、最初の下りは落ち着くわけよね。その導入の挨拶の下りは。I'm fine too! 言うて。そう、I'm fine. そっから出てけ。And you? で、Where are you from? までは終わって。で、じゃあ、イスラエルの人やって。イスラエルのね、しかも政治家の女の人やって。で、まあ、ちょっと仲良なってというか、で、カフェでお茶することになったよね。うんうんうん。お、すごいな。そう。んで、うおー、みたいな。でも、1ミリも、もうしかも政治の話してくるから。ああ、そう、英語でそれされても、そう、俺1ミリも英語わからへんの。ああ、みたいな。むっちゃええやん、みたいな。むっちゃええ政策やん、言うて。一個もわかってないくせに。うん、うん、うん。じゃあ、向こうもなんかすごいね、日本人であんまそんな、そういう話、もう声もかけてけへんし、英語でなんか話さへんし、まあ、そういう政治の話もできてみたいな。なんか、ええ感じに、ごまかせたんよね。お、なるほど。もう、でも、もう1時間近くなってきて、もう俺もちょっとメンタル的にもエネルギー的にも限界やってなってきて、もうないぞ、みたいな。もう、うん、もうそれ衛生作業。でももうちょいこうしちゃえんちゃう、みたいな。それも英語で言われへんし。まあ、そもそもあいつその人が何言うてたかっていう 5% も分かってなかった、うん、聞き取れてなくてね、うんうん、でまあそのお茶して出た後、うん、まあ買い物とかに付き合ってその渋谷あらへん紹介して、
服買いたい言うから、うん、まあ服屋とかなんか案内して、うん、もうめっちゃ似合ってるやんみたいな、うん、ビューティフルしか出てビューティフルしか出てけへんし、こっちは言わそうビューティフル、そうそうそう、ビューティフルすらもパッとは出てけへんし、ちょっと考えてみたいな、うん、あビューティフルみたいなそれぐらいの英語力やったんですけど、まあなんかあの粘ってたら、まあ、ホテルまで行けることになって、おおすごいな、そこ系のイスラエル人やったんやそこ系じゃないけど、なんか、そこ系の政治家はイスラエル人粘ってたら、そうそうそう、で向こうがあのイスラエルから来てあの泊まってるホテルに俺も行ってみたいな、うんうん、でまあやってんで、まあ、おもろかったのがもうなんか、うん、まああなたは、まあ、俺当時20前半で若かってこれから日本になっていってね、うん、私はイスラエルを最強にするわみたいな、その結構真面目な感じになって、うんうんうん、そのお互い切磋琢磨しようぜみたいな感じになって、うんうんうん、でもなんかまあ記念にみたいな、なんかなんか物を渡したいみたいな言われて、おうおうおう、なんか忘れんといてねみたいな、そうやな忘れん、うん、でまあイスラエルのもんとかねくれるんかな思ったら、まあまあまあ持ってきてないし、もう何もないってなって、うん、最終的にすんごい真面目な顔であのブラジャーとパンツを渡されて、そいつがつけてそいつの方がちょけてるやん。そう、あしかもめちゃくちゃ真面目な顔で、あのもうこれでいいかなみたいな、これで思い出し合えよ私はみたいな、あのもう俺ほぼ笑ってた、使用済みのもうこらえんの使用済みのパンツと使用済みのちょっと肝みたいなってんけど、うんうん、ちょっとあのね洗濯しすぎてちょっとねハゲてるような下着、ああよれよれだって、よちょっとよれがちやんみたいなやつね、もう、うんそう、でまあ、 あの帰り道ゴミ箱に捨てたんですけど、うん、最悪やん、いや持って帰るのも意味わからんやろ、だってキモいやろ、うん、これをだってその人がもし聞いてたらどうすんの、いや言う弁明するよちゃんと、うん、全然日本になっていってね言ってセネガル言っとるしセネガルから取ってるからええやないかこの音声を、うん、そういうね、その人コミュ力高いな、その人コミュ力高いな、うん、でそういうね、なんかまあそれは別にまあそうやってなんかホテル行くとか行かんとか別としておもろいね出会いがあるっていう、その一生出会わへんやつと話せるから、あまああのおもろいのよね、なんか、うんうん、確かになんか一緒に住んでる時に、うんうんうん、なんか今日はこんな人に会ったでみたいなのを俺よく聞いてた、あそういうの自分に言ってたわな、聞かせてた、そうエピソードトークめっちゃ興味なさそうにいや別に興味ないわけでもないけど、でもなんかこう帰ってきてなんかちょっとテンション高い感じで、いやこんなおもろい人あったおもろい人あったよみたいな、そうこうでこうでみたいなっていうエピソードトークを俺は黙って聞くっていうのをしばらくやってたから、なんかいっぱいやった気する。そういう系。いっぱいある。そういうのに関してはもだから。うん、だからナンパやってる人多分聞いてくれてる人おるやん。あの、登録してくれてる人で。ファミラジオ、うんうん。ナンパやってる人おる。読者さん。うん。だからもう滑らない話のネタ何個見つけるかみたいなね、対決やと思うから俺。ああ、なるほど。それをなんなら成果としてやった。そう、それ成果。うんうん、おもろい。おもろいし。うん、うん。結果的に、まあ、逆に言うとなんか、能力も身につくという。そう。普通になんか、あの、彼女できましたみたいな、あんま話としては普通ではもんないテーマ、うん、というか話し、うん、エピソードしかないやったら、あの、そういう取り組み方もあるよっていう。それも一個やったりみたいな。そうね。そのなんか、別にナンパをしてない人たちと、なんか、例えばお酒飲んでる時みたいな、うん、にもさ、できる話っていうのをやっぱり作っていく、うん。そう。その時に、でなんかやっぱ聞くから、その普通にナンパ、普通の女の子くどくナンパしててナンパできない人の前ですごい生きるみたいな話聞くから、うん、気持ち悪いみたいな、いかに俺らナンパできてみたいな、でみんなできひんの、うん、やばいやろみたいな全然女の子くどいてない、やばいやろみたいな、であのナンパ以外のテーマの話になったら、例えばビジネスとかになったら何も喋らへんみたいな、何も喋れないみたいな、コミュ力ないみたいな、それ切ないやん。ナンパできなくてすごいその女性問題解決するのに必死な人にしかマウント取れない。おもんない。そう。で、そういう人多いですっていうなんか相談というかメール来るから。ああ。だって、その時点でもうなんかほんまにナンパできんのかなってちょっと疑っ
ってしまう。そうそうそう。少なくともモテはせんやん。そう、普通の話、そう、面白くないけど、大丈夫どないしてこういうの。なんか、こっちが心配になるよね。うん、心配になるわ。ナンパしてない俺が心配。やってるのかな。そう、だって自分の方が2億倍喋れるからな、うん、なんて。確かに。うん、ナンパ1個もやってない東大卒の玉井の方が、うん、全ナンパ師より喋れてしまってる。いや、全ナンパ師より全然喋れることないけど。いや、正味喋れてるで。だけど、まあ、例えば、じゃあ合コン行きましたってなったら、うん、それは俺の方がおもろいやろと思う。うん、なるほど、うん。こっちの方が。道で声かけるのはさすがにちょっとね、俺も、いや、ナンパやってないから、いや、そんなん緊張するし、嫌やってなるけど。まあ、それ、別の問題やからな、まあ、いきなり道で人に声かけるって別の話、まあまあ、問題でやってね、うんうん、だからでもそういうナンパしてる人はやっぱでも面白いなってなるから、俺も普通にナンパしてる人で、うん、それなんていうかな、そのナンパ師の友達とかは結構おるからさ、でも、うんうん、そうおもろい人らっていうのはやっぱりそういうおもろいナンパをしてるなっていうのは思う。でエピソードを何個か持ってるよね、意味わからない。そう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 。でそのなんかだからその例えば、ナンパしてるのをリアルタイムで見てもらってて、その人に笑いを提供するだけじゃなくて、それで一個滑らない話できたら、それから以降ずっとさ、そのいろんなところで喋れるやん。そう、持ちネタみたいな感じでね。そう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 。うんうん。それっていうのは大体もう本当にめっちゃ可愛い人と付き合いましたみたいなのは、全然誰も、おんおんってみんななるやん。知らない人としたら。なんか、おんおんみたいな。まあまあキャバクラとかでもそんなん付き合ったりするしなみたいな。わざわざ自分の口からそれはみんな言わへん。うん、そう、しかも別に笑わへんしなみたいな。なるからな。そこ大事よね、ほんまに。ああ、なるほど。まあそれをだから大学時代とかを死ぬほどやってた。うん、そう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 。で今とかもほんま別にナンパを自己啓発みたいなさ、なんかコミュ力アップみたいな活動じゃなくて。普通の30年前ぐらいってさ、みんな誰でもナンパしてたみたいな、その、酔っ払った勢いでとか、みんなそうやって出会いを作ってたみたいな時代があったと思うんですけど、そんな感じで、まあ俺も、まあセネガルとかでもなんかおったら誰でも話しかけるしみたいな、そんな感じでね、ナンパしてるけども、ああ、なるほどね。アフリカ人もね、何十人ももうそんなんでなったりしてますけど、そんなんでなったりって。別にもうセックスしたゆえそんなんなったりしてますけど、そんなんでね、何かしらなったりしてるんですけどね、うん、何かしらの何カ国ぐらい行った、何の何カ国、海外、何カ国の美女とあのセックスした、海外で、それかアフリカ大陸でってこと、じゃあアフリカ大陸でまず何カ国ぐらい、アフリカ大陸はね10カ国弱やな。おお、なるほどなるほど、結構攻めていって、西アフリカから大体攻めていって。大体西アフリカやな。で、大体セネガルにいる。フランスがこう、植民地侵略していくのと同じルートをたどってる、どんどん。やめろ、俺が支配していってるみたいな。横断作戦を取ってるわけね。そうそう。西を中心に、ね。なるほど。じゃあ世界やったら、世界やったらでもどうやろな。ほんま、30、40ぐらい。うん、おあ、でもまだ30、40ぐらい、まあ、でも50いってるかも、いってるかもしれない。その30、40って普通にめっちゃすごいんやけど、うん、その俺は奥村との話を聞きすぎて100ぐらいいってんのかみたいな、まあ、100ぐらいいったんかな。そうそう、あ、100ぐらいいってんのか、全然そんなことない。あ、でもそれぐらい話してるけど、そのホテルまでとかは行ってないっていう意味では、でもチャレンジした国で言ったら100は超えてる、はいはい、ああ、なるほど。見つけたポケモンの数は100超えてる。そう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 。そう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 。もう。ボックスには入ってないみたいなね。言い方はある、うん、全部ミスった国とかあるしな。ラトビア。ラトビア行ってたけど、ラトビアむちゃくちゃ難しい。ラトビアに1ヶ月ね、あの、ナンパのためだけに行った時があったんですけど、昔。うん。うん、ラトビア人可愛いっていうのをネットで見てね。うんうんうん、でまあちょっと生きてたから、俺まあ、ね、言うてナンパ教えてるしできるしなみたいな、ちょっと生きてた若者の時に行って、うんうんうん、あの、うんうん、1ヶ月おって1人もセックスできんかったね、うん、というか1人も惜しい感じにもなってないし、全く相手にされへんかったし、うん、ああなるほどね、めちゃくちゃ怖い。そもそもだから、うん、そういう外国人に対しての警戒感とかっていうのは極端に強い、強い国で、まあもちろん、あの、無理やった言い訳はいくらでもあんねんけど、うん。うん、まあ確かに。確かに。でも、それっておもろいやん。1ヶ月ナンパしに行ってゼロでしたっておもろいやん。確かに確かに。うん。
で、うん、もっと言ったら、それも滑らない話だろ。そう、それも滑らない。もっと言ったら、ラトビアにおる1ヶ月の間に、盗難とか、ぼったくりバーとかでやられて、50万とか持たされたり、うん。うん。そんなんだけ、そんなエピソードだけ作って帰ってきたからな。なるほど。元は取れたと。うん、元取れたな、うん。ラトビア人の彼女を普通に一人できるよりは、そうやってボコボコにされた方がおもろいからな。まあ、確かに、確かに。まあ、そんな感じでさ、結構そのナンパ時代のエピソード聞きたいですっていう人おったから、まあこうやってちょっとストーリーちょっと話しながらねやってたんですけど、あ、多分思ってたんとちゃうんちゃうかなみたいな、めっちゃゲットとか彼女綺麗モデルみたいな人とばっか会ってみたいな、なんかそういう華やかなね、なんか、ああ、なるほど、そうそう、モテ男としてのね、何人の人とセックスした、そうそう、でそれもその最初はできひんかったけどだんだん可愛い人いけるようになってきてみたいなプロセスを経ていってみたいな感じでやってたんかなって、多分結構そういう風に思われることがあるのよね俺、うん、もちろんそれはあるけど、うんうん、もうそれほんまにおまけというか、はい、ついでというか、うん、一個も気にしてないというか、うん、全然ちゃう取り組みしてたかしてたよっていうストーリー共有ね、うんうんうん、確かに、うんうんうん、その昔自分が言ってて、うん、へーって思ったのが、うん、なんか、まあ、昔からそういう考え方やったやん、でどういうモチベーションで声かけてるんじゃないけど、うん、そのこう一緒に住んだ時に帰ってきて、いや、まあ、ナンパしてきたと、でまあ3時間ぐらいやってきたみたいな、うん、でも一人も声かけと帰ってきたみたいなで、えみたいな、えなんでなんだ、そのナンパ界隈ではさ、その、まあ、それを地蔵っていうわけや。はいはい。一人にも。なんかその声かけ、ね、そうそうそう、声かけれなかったみたいな。はいはいはい、はい。え、なんでそんな自分むちゃくちゃナンパできるの地蔵してんのみたいな。うん、うん。で聞いたら、いや、普通に声かけたいやつがおらんねん、みたいなことを言ってて。ああ。おらんかって、みたいな。いや、普通に、例えばその時新宿住んでたから、うん、その、いや、新宿に、いや、可愛い子いてるやん。まあ、いてるはずやな。うん、うん。って言ってたら、その、じゃあ、その、おもろかったのか、その奥村が、その、どういう判断で、うん、その、誰に声をかけるか、はいはい、どういう判断でやってる、まあ、普通の判断で言ったらね、なんか、いけそうやな、みたいな人に声かけたりとかするもんね。うん、そう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 、うん。かわいいなっていう人に声かけたりとか。やけど、別に、いや、かわいくても、昔、例えば、それでナンパして、うん、まあ、うまくいった人やったりとか、うん、と、似たようなタイプの人は、もう別に知ってるから、興味ないと。うん、ああ。どんなにかわいくても。むちゃくちゃ可愛い。でも、それ過去にそういうのやったことある。あ、じゃあもうええわ。ああ、まあ同じ話出てくるし、みたいな。うんうん、そう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 。で、言い方悪いけど、むちゃくちゃじゃあ不細工な人がおったとしても、うんうん、このタイプの人俺知らんなって。まあそれ外見しか見てないけど、うんうん、知らなそうやな、みたいな。そうそう、そっからこう、醸し出されるニュアンスとかを汲み取って、うんうん、あ、うんうん、この人新しいタイプの人や、みたいな。それ人間的に、はい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 、って思ったら別に俺ガンガン声かけるで、みたいな。で、ガンガン口説くで、みたいな。はい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 、どういう基準やねん、こいつと。確かに。それみんなせえへん。ほんまに、うん、そう、ほんまにだから、さっき俺ポケモンに例えたけど、その、うん、ポケモンやってるみたいな気持ちでやってる。悪い言い方せんといて。新しいポケモン。人間を理解したいという。新しい痩せるポケモン出てきたみたいな。ちゃうわ。悪い言い方したらそうやけど、ほんまに人間へのね、興味ね。うん。うん。でもほんまにだから、なんか悪なき人間への好奇心みたいな。繊細性なんでね。人間のこと好きかみたいな。人間のこと好きやな。そういう声のかけ方したから。やっぱ、うん、どんな人生やねん、こいつみたいな、そう。自分から離れてれば離れてるほどやっぱおもろいなってなるし。やっぱでも、学ぶしな、うんうん、実際、なんか例えばさ、あ、まあ、いろんなパラダイムとかしてんのか。そう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 。もう別に可愛いとかブスとか男とか女とか、おばあさんとか若いとか無視しても、なんか、例えば、まあ、お茶とか。幼女。幼女。幼女はいかへんけど、捕まるんでね。捕まらへんのやったら、お話は聞いてみたいけどね。興味はないけど。確かに。俺も捕まらへんかったらガンガン。いや、お前普通に行きたいだけ。普通に行きたいだけ。普通にタイプやないか。いや、捕まるかな。やっぱ聞いたらめっちゃ学ぶしな、ほんまに鬼のような逆境人生というかさ、不条理人生、その辛、はい、鬼貧乏でとかさ、うん、鬼のように DV されてたとか、なんか、それやのになんかすげえなんか明るく生きてるというかさ、あ、例えばね、例えばそういう人に会った時に、マジ自分雑魚やなって思うわけよね。その、まあ言うたらそんな恵まれた環境でさ、普通に大学まで行って、うん、なんか住む家もあってみたいなのに、うん、それやのに人生おもんない、俺かわいそうみたいな、うん、あの、
ね、あの、なんやろ。被害者意識っていう。被害者意識。そう、それが出てけへんかったんやけど、今。被害者意識やってるみたいな。でそういう学びがおもろいよね。ああ、もうこの子から学べるわ、みたいなとかさ。ああ、はいはいはい。逆に。その辺見下してるわけとかじゃなくて。そう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 。そう、逆に言うと、あの、逆もあるわけでね。めっちゃ進んでる人。めちゃくちゃ金持ちでビジネスもゴリゴリにやっててみたいな。鬼美女で。超絶美女でみたいな。そう、すべてを、そう、すべてを手に入れてます。のやつの話も、それはそれでおもろいし。はいはいはい。すべて手に入れてるけど、結局旦那とうまくいってなくて、なんか、正味悩んでるやんけ、みたいなのが、チラ見できるときもおもろいしね。そんなバリア張ってみたいな、その、無理して。珍しければ珍しいほどやっぱり面白い。そうやな、そうやな。うん。それは伝説のポケモンなわけね。伝説のポケモンやし、それ以外も別に行くよ。うん、全く似たような人生の人もさ、おもろいし。ああ、コラッと捕まえたことなかったら捕まえに行くし、みたいな、うん。普通に話し合うし、みたいな。それそれで、あの、そういう普通に話し合う人は、長いことね、何年も。うん、今、10年ぐらいね、あの、連絡取ってる人もおるからね、ナンパから出会って。あ、そうなんや。なんか自分やってた時にさ、一回もホテル行ってないけど、一回もホテル行ってない人やねんけど。おう。うん、10年ぐらい、年1ぐらいで飯行っててみたいな、すごい、すごい人やねん。なんか自分だって、積極的にナンパしてるときにさ、うんうんうん、俺はもう一度寝た女とは寝ないみたいなこと言ってたよ。言うてないわ。うん、その、いや、そんな言い方してないけど、その、一回、まあそういうセックスしましたと、うん、ってなった人を、うん、なんか、例えば、その、一般のナンパしてる人ってキープしたいみたいなさ、ことを。ああ、なんか、付き合ったりみたいなってこと、うん、付き合ったりとか、その付き合ってはないけど、セフレみたいな感じにしたいとか、もっと悪く言うと、なんかこう、キープさせてみたいなことっていうのをして、うん、ああ、俺はいつでもやれる女の人が何人もいます、みたいなことをやってる人っておったわけやんか。まあ今でも多いやと思うんですよ。ああ。そういうことは絶対やらへんって言ってたやん。ああ、まあそうね。その別になんか一回やって、なんか言い方あるけど、捨てるとかじゃなくて、その、積極的に、うん、その人とばっか会ってみたいなんじゃなくて、もうほんまナンパしかやってなかった時、うん、忙しいから、どんどん次々に新しい新規の顧客の方が来るから、なかなか手が回る。忙しいっていうか、自分で好きで道出て声かけてるから、それ忙しい。そうそうそう。忙しいはないやろ。違う、それで、外で仲間の一緒にふざける男友達のナンパ友達みたいなのと、一緒に活動したりする。そう、そっちの関係を大事にするから、うん、それで忙しいわけよね。ああ、なるほど、なるほど。言い訳をするとね。うんうんうん。だから、まあそういう、そうそう。まあ付き合い方というか、人間関係は気づいてこなかったけど、みたいな。うん、あ、でもいるんや、そういう人。え、いっぱいおるで、いっぱいおるで。うん、え、いっぱいってそんないっぱいもおらへんけど。うん、やっぱなんか、普通の人間関係の人。さあ、奥村さんのお眼鏡にかなった女性。うん、いやいや、そんなことなった、普通に話。今まで、あまたの多分何万人は絶対言っとるわけやん、声かけた。10万人は声かけてるよ、俺。おお、じゃあ10万人声かけて、そんな奥村さんのお眼鏡にかぶった人っていうのがいるわけね。素敵な女性とは限らんけどね。うん、話してるな、とか。逆に興味。普通にええやつやな、みたいな人として。そういうの残るやん。だってそういう普通に本来的な、本質的な人間関係っていうのも、そうそうそう。それはこっちのスタンス次第よね、結局は。なんか、やる目的だけやと、そういう人間関係になりようがないし。向こうもこっちのことそう思ってくれへんやろうしね。そんなこと。そうやな。そうそうそう。ただ。別にセックスはしてあげるけど、お前とは、その深い話でけへんわって、向こうにも思われてる。そうそうそう。お前とビジネスの話でけへんわ、みたいな。うん、人生は深い話でけへんわと。そう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 。それやとやっぱ味気ないというか思んないもんな。だって俺はもうね、うん、こうやってアミラジやったり、まあブログやったりして読者の人とさ、うん、なんかノウハウを俺らが教えるだけで、で人間としての関わりはゼロですやったら思んないやん。うん、まあそう、お互い思んないし、それとお互いまあ時間の無駄やし。ほんまそれやからな。それとナンパも俺一緒やと思うからな。うん、なるほど。抽象度高。うん。うんうん、やっぱいい話につなげたいっていうね、あの欲求が出てしまったね。日々そういうマインドでこう 西アフリカから攻めるほんままでただのカスやねんけどね。いや別に、いや別にそのなんかバランスとらん、ほんまはカスですよ、ね。全然。そう、お前逆やったら、お前逆やったら絶対取りに行くからな、バランス。いや俺は取るよ。俺はそう、俺も取るから。俺も取るよ。いやいやいや、そういうコーナー考えてるな。いや
感心させられることばかりですよ、うん、貴重なお話ありがとうございます。ちゃんとしたい、なんかいやいやいじりも雑やし、ちゃんともいじってくれてないし、ほんまに荒いいじり方荒い荒いよ、まあ、そっから自分でやってねえのやつやろそれ。愛ない確かに愛は愛ないわ。いやでもやっぱリスペクトはある、うん、マジリスペクトしてる、うん、それもないですあ、それはない、一番ない、愛よりない、うんうん、でもほんまにあの、うん、そういうナンパしてる人とかっていうのは面白いよね、こうやって話聞いてるのもおもろいし、うんうん、だからそういう男ってやっぱ興味湧くよ、男とから見てもやっぱ魅力的な男やから、うん、そういうやつってんで、なんかね飲んでる時とかにそういう話なんか出るやん結局はなんかそういうしょうもない話、うんうんうん、男やからね、うん、そうでしょうもない話対決にやっぱなってくるやん、だんだんいかに俺の方が雑魚かとか、いかにミスってたかの、うん、そっち対決やん、はいはい、やっぱり、うん、はい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 、それで一番しょうもなかったやつが優勝してあいつおもろいなってなるみたいなとこあるやん、うんうん、そう、そのエピソード作りのナンパやとしたらね結構いい活動やと思うしね、ナンパってちょっとアフリカまでねなってくるとね、あんまおもろさ伝わらへんかったりしてね、滑んねんけど結構滑んねんそのあそうだ、アフリカ女性話になるとあまりにもイメージわかなすぎてあのおー、うん、おーってなってちょっと滑るんよね、うん、じゃあ写真とか見せてもらったらおもろい、あまあそこまでいったらイメージが湧くから、うん、そうそうそう、臨場感、ね、そうそうそう、話すだけ確かにないかもしれない、そう、むずやん、どういうことってなる、うん、なんかあんまピンとけえへんやん、うん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 、ネタの作りすぎにもね注意っすね、マジでナンパの、まあ、弊害というのはネタの作りすぎになって、その行き過ぎたら滑ってしまうことがある、そうそうそう、滑らない話作りに行って滑るっていうね弊害があるんでね、うんうんうん、それに注意しながら皆さんナンパに励んで、そうね、一番の注意ポイントそこなんで、うん、そうやな、そうやな、また雑にやっていただいて、うん、そんな感じでまた、だから今までナンパの話ってはみ出しでしたことなかったから、うん、これからもまあそういう話、ああないっけ、うん、ないんじゃん、あ確かに確かにないような、なんか抽象的な話、全然普通にね、でもなんならさ別にエピソードトークとか結構してるけど、ナンパのエピソードトークとか奥村は腐るほどあるわけやん、いやもうもうそれだけで700本取れるでよ取れるやろな、各1時間でね、うんうん、あだからまあいい感じにね、いい感じにそういう意味ない系のテーマの時とか、うん、なんかテーマ的に合う時があったら、そのナンパのエピソードとかね、うん、なんかそういうメンタリティとかもね、うん、話していくんでね、あの興味ある人あのコメントとか言うてくれたら、うん、何ぼでも言うよっていう、もう貴重なお話ありがとうございました、うん、求め言うてくれたらそうそう、貴重な意味ない話してあげるしますんでね、世界一あんま意味ないナンパのノウハウ、うん、公開、ナンパの無料公開してくれるわけ、無料公開するんで、うん、おお、絶対に 100% くどきのフレーズ集とか、魔法の船、魔法のワンフレーズをねお伝えするんで、うん、おお、知りたい、そう、うん、あ、ね、あ知りたいって言うてくれたらなんぼでも、うんうん、知りたい知りたい知りたい、いやお前は知りてないやろ、うん、なのでね、まあだからその魔法のフレーズで次回お会いしましょう、そうですね、魔法のレズ7000でお会いしますよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。